一般社団法人全日本学生柔道連盟は、学生柔道の普及及び振興と優れた資質を、持った指導者の要請を通じて、学生の心身の健全な発達と、我が国スポーツ界の発展に寄与することを目的に1996年3月22日付で、文部大臣より、社団法人設立認可を受けた、日本の大学柔道の国内競技連盟である。 全日本柔道連盟大学スポーツ協会に加盟している。略称学10連。一時期日本学生柔道連盟に解消。1951年10月2日付で全日本学生柔道連盟が118校の加盟をもって発足。一時、全日本柔道連盟から脱退。2016年にカラー柔道着を導入。 女性差別という意見もある女子の白線入り黒帯を除外するなど全十連とは独自性を出している。9つある、地域別の学生柔道連盟から構成されている、全国団体として組織されている連盟である。ABC 事業報告書2017年度、一般社団法人全日本学生柔道連盟、2019年6月17日閲覧。 ABCDEFGHI 全日本柔道連盟50年史第四部資料編日本柔道史年表全柔連の歴史国内の柔道会全日本柔道連盟2019年10月1日閲覧別表記ファイフェールフェフェ国際柔道連盟大佐の全柔連携会長誕生毎日新聞毎日新聞社 1987年11月19日。社団法人全日本学生柔道連盟。ウェイバックマシン国内大開発のカラー柔道に、学生連盟が導入決める産経スポーツ2016年6月25日。編集後期近代柔道。ベースボールマガジン社。2016年11月号90ページ。ホーム、お知らせ。全10連からのお知らせ。タムシ。 皮膚真菌症について、Q&A、2013年1月1日、公益財団法人全日本柔道連盟 HP、ハットトンズランス感染症研究会。ありがとうございます。